はい、今回はですね、まあ、釣り具のバッグといえば LSD さん使われてる方、非常に多いと思うんですけれども、あのルーディーズと LSD さんでコラボした、このライトゲームバッグをですね、ご紹介させていただきたいなと思います。問い合わせが届いたりするんですよね、バッグ出してくださいとか、だけどあのノウハウがないのに作っても多分お客様、まあ、の満足できるようなアイテムを作れないっていうところもあって、まあ、ご縁があってですね LSD さんと知り合うことがあって要望をですね、いろいろと具現化していただいて作っていただいた商品がこちらになってます。まあ、ライトゲームやる方って、ね、メインは、まあ、ジグヘッド、ワーム、それからやっぱり、メタルであるとか使われてる方が多いと思うんですけれども、こんな感じでですね、もうスリットが入ってまして、ここだけでですねメインで使うルアーを、収納することができるんですよ。で、内ポケットもつけてて、こっちに例えばワームとかをね、お気に入りのワームなんかを、入れておくことで、まあね、通常のジグヘッド、ワームあるいはメタルなんかやられる人はもうここだけでいいですよ。こちらにはプラグが入るようになってます。で、これって脱着式なんで、一番使うやつを 外面に持ってくると非常に見やすくてやりやすいんですけど、まあ、なんで僕はこっちメタルとジグヘッドとをこう外面にしてるんですけど、簡単にね入れ替えることもできるような、仕組みになってます。内面ですね、ポケットがありまして、こういう僕はね今468とリーダーを入れてるんですけど、こう外側にもこうこんな感じでベルトがついてるんで、オプション品なんかをここでですねお好みのやつも装着していただけることも可能ですし、僕は今ねここに何も入ってないんですけど、使用頻度が高いアイテムになると思うんですけど、ここに収納しておくと便利じゃないかなと思います。メインのねここはね、僕ねこれ最初に言ったお会いした時に、要望した点なんですけど、僕とかやっぱライトゲームやる時って日中の観察ってすごい大事にしてるんですけど、今回ねこの偏光グラスを無駄なスペースを作ることなく、入れるようにしたいっていうことを、具現化いただきまして、まあ、こんな感じで縦にスポットやってます。で、ここマジックテープであって、これ取り外しもできるんで、まあこれ取り外していただいたら普通のやつにできるんですけど、僕はその偏光グラスのスペースをね確保してるんですけど、あとはグローブ、ディール、ヘッドライトなんかをねこっちのスペースに入れてますね。一応大きい魚が釣れた時のためにフィッシュグリップ、まあねこちらもアジなんか釣れた時にね、挟む、ハサミなんですけれども、その他ねスプリットリングプライヤーであるとか、あとはタオルなんかを、装着してます。で、こちらにはね飲み物入れる、ドリンクホルダーもついてますし、あと反対側にはここねロッドなんかもね入れることもオプションでねロッドホルダーをつけていただけると、ここにロッドもさせるようになってます。あとは裏面にもですねこうポケットがありまして、僕はここに今替えの P を入れてるんですけど、こんなね収納の仕方も、できるようになってますし、ね、ちょっとね移動させるとき、ちょっとねバッグを移動させるときなんか、ここにね取っ手があると非常に便利なんですけど、今までね結構ないものが多かったんですよ、こういうやつで。だからこうやって持たないといけなかったんですけど、ね、今回この取っ手もつけていただいてます。あとねこれこう見るとこうやってショルダーでね、ショルダー式のバッグなんだって思われると思うんですけど、ウエストに巻いてでブラブラしないようにこのねベルトを足に巻いてもらえると、フットバッグにもなるようになってますので、お好みでね使っていただければなと。でね、カラーは今僕ブラック持ってきてるんですけど、このねブラックと、生地がブラックとレッド、この縁がレッドのやつも今お願いしてますし、あとはね、グリーン、それから、ブラウン、
こういったものも、ね、4色、ありますので、本当ねこのバッグがあることでなんかこうこんな入る小物収納ケースみたいな小物収納ルアーみたいなやつをいくつも買って収納してたと思うんですけど、あれがねもういらなくなります。でライトゲームでおそらく使うであろう、ものはね全てね、まあもちろんね全部が全部入るわけじゃないんですけど、例えばそのジグヘッドをね10パック持ってるから10パックとか、ワームを20パック持ってるから20パック入るわけじゃないけど、マストなやつはね全部入るようになってますんで、ここにさえですね詰めておいていただければ、あとはねこれとロッドとこういうライジャケとかを別個に入れておいていただくことで、釣り場に着いたらもうこのままね持っていけて、ピュッてね、簡単にライトにね釣りができるようになりますので、ぜひね買い替えをご検討の方、あるいはね今から買い揃えようかなと思われている方いらっしゃいましたらですね、ぜひ、使っていただけると嬉しいかなと思います。以上、ルーディーズ、LSD、コラボバッグのご紹介でした。